毎月会ってた人と観覧車に2年前乗ったの。1時間ぐらい並んでたけど、並んでた時になんかもう私は相手のことがそんなに好きじゃなかったから、一緒にデートしてるのにそんなにハッピーじゃなかったけど、周りの人たちはなんか若い子も夫婦とかもみんなすごい楽しそうで幸せそうで、なんで私も一生楽しくなることないのかなってすごい悲しくなってたことがあった。満足しないのは自分の問題なのかなとか思う。なんであんなに悲しかったんだろう。みんなが楽しいのが羨ましいんだな。